三菱東京 UFJ 銀行はバンコク支店とタイのアユタヤ銀行を統合しました。成長著しいアジア地域での取引拡大を狙います。アユタヤ銀行はタイで5番目の資産規模で600店舗以上の支店を持っています。三菱 UFJ フィナンシャルグループはおととし12月におよそ5360億円で買収し、これまで統合に向けた準備を進めてきました。今後、アユタヤ銀行の取引先を日本企業に紹介し、ASEAN 東南アジア諸国連合でのビジネスの拡大を支援したり、決済サービスの充実を図ったりします。日本のお客様や、あるいは先ほどお話しましたようにタイのお客様も出ていきますので、そういうお客様をそういうところに進出するのをサポートできればというふうに思っています。すでにアユタヤ銀行の一部の店舗では日本語が話せるスタッフが常駐する窓口も設置されていて、日本企業向けのサービスを積極的に展開しています。